フワン・サンチェス・コタン、マルメロの実、キャベツ、メロン、キュウリ、サンディエゴアート美術館、フワン・サンチェス・コタンは、バロックの画家で、スペインにおける、写実主義のパイオニア。彼の生物画はどれも際立って、厳粛なスタイルで描かれていて、同時期のオランダ、イタリアの同種の絵画と比較されることが多い。サンチェス・コタンは、トレド近郊のオルガスで生まれた。ブラスデ・プラドとは、 友人で、もしかしたら、弟子だったのかもしれない。プラドは、写実的な筆致に、マニエリスム表現が見られる、生物画で有名な画家だったが、サンチェス・コターンはそれを、さらに進化させている。サンチェス・コターンは、最初、祭壇の絵や宗教作品を描いていた。それから約20年間、トレドの上流階級の講演を受け、宗教を題材にした作品や、 肖像画、生物画などを描いて、生計を立て続けた。これらの絵は、トレドの知識人の中に理解者を得た。サンチェス・コターンは、世俗的な生活を終える前、17世紀の変わり目に、注目に値する、生物画を、数枚描いた。その中の一つが、マルメロの実、キャベツ、メロン、キュウリ・ボデイゴン・コンニエル・メンブリオ、ラコル・エル・メロン、ワイ・エル・ペピノである。 1603年8月10日、40代になったサンチェス・コターンは、トレドの仕事場を畳み、サンタマリア・デール・パウラールのカルトジオ会修道院に入った。しかし、絵は続け、神秘主義的な宗教画を描いた。1612年、彼は、グラナダのカルトハ修道院に派遣され、そこで修道士になろうと決め、翌年、助手師としてカルトハ修道院に入った。 以上の動機ははっきりしていないが、その時代にはよくあることだった。サンチェス・コターンはたくさんの宗教画を描いたが、それはもっぱら所属する修道院への義務を果たすためで、そのピークは1615年に来た。カルト派修道院の回廊の八つの素晴らしい連作画を描いたのもこの年である。この連作画は、セーブルーノによる修道解説率と、 イングランドでのプロテスタントによる修道師だ圧を描いたものである。彼の宗教画は古めかしい雰囲気であるが、光と良感の処理に格別な関心を持っていたのは明らかで、サンチェスコターンがエルエスコリアルであったことのあるイタリア人がカルカカンビアーソの若干の作品に匹敵する。とはいえ、宗教画家としてサンチェスコターンはさほど有名でない。しかし、 生物画家としては、彼の名前は、ヨーロッパの絵画の偉大な人物と、列されている。サンチェス・コタンが捨てた属性では、なおサンチェス・コタンの影響が強く残っていた。光と影の表現で、オブジェンでの関係性と現実の中の幻想を、描こうとする彼の姿勢は、フアン・バン・デル・アメン、フェリペ・ラ・ミレス、ヴィンチェンツォ・カルドッチ及びバルトロメオ・カルドッチ兄弟。 さらにフランシスコ・デスルバランといった後のスペイン画家たちの作品に強い影響を与えた。サンチェス・コタンは生涯を通じて甘ねく愛され、また聖人として尊敬された。1627年、グラナダで死去。スタイル的には、サンチェス・コタンの作品はベネツィア派の影響とエルエスコリアルのエスクエラとの間に位置する。つまり、マニエリスムからバロックへの移行期である。 彼はスペイン黄金世紀の始まった頃のテネブリズムの初期のパイオニアだった。彼の宗教画は素朴な感受性と穏やかなリズムを持ってはいるが、美術史においてサンチェスコタンの名声はもっぱら生物画によって得られている。しかし、それらのうち現存しているのは数点しかない。その厳格な自然主義は当時流行していた絵画のスタイルと、 共通するものを何も持っていない。フアン・サンチェス・コタン、資料の獲物、野菜と果物のある生物マドリード、プラド美術館、サンチェス・コタンは、スペイン生物画の、主に野菜を描く、ボデゴンの典型を確立した。特徴的に、彼はに、3の単純な果物や野菜を描いた。それらのうちいくつかは、高さを違えるため細い糸で吊るされ、窓の出っ張りに置かれた。 暗い背景の前で、その形はほとんど幾何学的な明瞭さで浮き出ている。計り知れない暗黒に逆らうかのような直射日光を、浴びた生物との調和こそ、初期スペイン生物画の特質である。神秘的な質感を帯びた明暗を伴って、それぞれの形状は精密に描かれ、描かれたものの白身性は、17世紀の他の、どんな画家も超えられないほど、極めて強烈な域に達している。 一部の美術師家たちは、金欲的な人物像と、後の修道院での生活との関連から、サンチェスコタンは、表現を控えていると言っている。彼らは、この世の喜びと、豊かさを、修道院は否定していると信じているようだ。しかし、彼の描く果物や野菜は美しい、まるでバレエのような構図で並んでいる。ちなみに、カルトジオ会は、最色主義で、彼がよく描く。 獲物の鳥は食べない。サンチェスコタンは生物画の中に人間を描くことは一度もなかった。また、野菜や果物を吊り下げる糸以外に人工物を描かなかった。これは17世紀には食べ物や野菜を腐敗から防ぐ共通の手段があったことを意味している。オブジェが各々触れ合うほど近くに配置されていたとしても、それらは離れているように思える。 それぞれを描写する写実性のせいで、それらは記念碑や彫刻のような重力を持っているのである。ありがとうございます。